皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。本日は、ニュース記事で取り上げられた韓国チェス島の環境問題についてお話しします。この問題は、ラーメンスープが原因で自然破壊が進んでいるというものです。それでは、詳細を見ていきましょう。チェス島のはるらさんは、イネスコ市会遺産に登録されている自然豊かな美しい山です。しかし、最近、植物が枯れるなどの被害が報告されています。原因として挙げられているのは、登山客による即席ラーメンの飲み残しスープの捨て方です。スープの塩分 土壌に深刻な影響を与えているのですまずは背景について理解を深めましょう。韓国では即席ラーメンを外で楽しまれる文化が根付いています。ソウルの観光沿いではピクニックしながらラーメンを食べる光景が一般的で、山登りの際にもラーメンが欠かせないものとなっています。しかし、この楽しみ方が環境に悪影響を与えているのです。具体的にどのような影響があるのでしょうか塩分の高いラーメンスープを山に捨てることで、土壌の塩分濃度が上昇し、植物の水分吸収を妨げてしまいます。その結果、 植物が枯れてしまうのです。このような問題は韓国国内だけにとどまらず、グローバルな環境問題としても捉えるべきです。しかし、視聴者の皆さんの中には、ラーメンを外で食べたい、という気持ちも理解できます。つまり、この問題は、外でラーメンを楽しむこと自体が悪いわけではなく、そのマナーや意識が問われているのです。登山客や観光客はゴミを正しく処理し、飲み残したスープを持ち帰る意識が必要です。もちろん、日本でも似たような問題がありました。例えば、観光地でゴミを不法投棄する問題や、自然の中で マナーを守らない人々の存在です皆さんも思い当たる節があるでしょうこれは世界共通の課題であると認識し共に解決していくべきですでは具体的に何ができるのでしょうかまずは教育と意識改革が重要です現地の管理者もラーメンスープの量を減らし飲み切ることを推奨していますまたゴミを必ず持ち帰るという基本的なマナーを従うことが必要です SNS でシェアするシーンを工夫して環境の方に貢献する姿勢を見せるのも効果的かもしれませんこのように私たちは自然と共生する ために小さな行動から意識を変えていくことが不可欠です視聴者の皆さんも日々の生活の中で自分ができる環境保護の方法を見つけて実践してみてください。それでは今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。